奥谷金網は、今年で125年目になるんですけど、その長い歴史っていう、あの会社っていうのはすごい安心感があって、自分が一番ちょっと決め手になったところかなと思います。神戸港にあるフィッシュダンスっていうオブジェがあって、それが小さい頃から不思議に思ってたんですけど、実際その製品に使われている金網が奥谷のものって知った時にすごい興味を持ったのと、あとその120年を超える歴史っていうのに魅力を感じて入社希望しました。ホームページだけでなく、インスタグラムや YouTube などがある分、社内の雰囲気やどういった製品を作っているのかということが分かり、安心感がありました。仕事をしているところを見させていただいた時に、皆さんこう楽しそうに生き生きと仕事をしているなっていうのが思ったので、もう私もそんな風な会社員になりたいなと思ったので、この会社に入社しました。この会社に今入社したのは、面接行った時にその挨拶が良かったのと、職場の雰囲気がちょっと良さそうやなっていうので、入社を決めました。入社前にも思ってたんですけど、すごく温かい会社、なんかみんなで後輩を育てようとしてくれる会社だなっていうのを思いました。職人さんだったり男性の人多いかなと思ってたんですけど、女性の方が意外と多くて、なんかすごく女性も働きやすくて活躍しできる会社だなっていうのは改めて思いました。思った以上みんな仲いいなっていうのと、職場の雰囲気っていうのが結構良かったっていうのが、あります。で、また仕事に関しても、先輩方が優しく教えてくださったので、今も元気にやらせてもらっています。